11時19分になりました。東京有楽町日本放送の制作で、福井放送、高知放送、大分放送でお聞きの皆さんにもお送りしています。はい、あっこのいい加減2000回です。今週もメール、ファックスお待ちしております。あなたがお住まいの地域のお天気の様子や、あなたの身の回りの最近の出来事、あっこさんへの質問や相談などなど、内容は何でも結構です。はい、そう言いながら今週もあっこさんの手術後の足の状態を心配されるメールや、あるいは NHK ホール心躍らせて待っておりますなど、いろんなメッセージが届いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。それが薬です、私の。はい。はい、そしてまたこの番組は即あこさんの発言を受けてメールを返してくださるんで、はい、柏のひろしさんがですね、はい、上野動物園のパンダのシンシンの高血圧のニュースをあこさんが話してたので、はい、気になったので調べてみました、はい、今はシンシンは一般公開してないそうですが、はい、順調のようですあの本人は高血圧とかわかんのかな？わかんないと思いますよ。あの、パンダに血圧測るのもすごいでしょ？100いくつもなんとかって言ってたから。言ってました。うん。パンダ巻くのかな？腕に。どうやってんのやろ？でしょうね、うん。確かにどうやって調べてんでしょう。うん、あ、でも今は順調ですか？順調だそうです。あ、はい。あの、柏のひろしさんがね、うん、まあ、あの、本当に心身ともに元気になってほしい。心身ともに。なるほどね。体とね、心。ね、はい。シャレになって。なるほど。ひろしさん。ありがとう。細かいね。早速調べたんですよ。調べてください。でも事実ってことが分かりました。はい、そうなのよ。ニュース見て私一人で笑ったんだから。うん、あとですね、はい、あの、テレビを見てのアッコさんの話題が出てましたよという。あ、何ですか？練馬区のちびっこママさんです。はい。これはもしかしたらチクリになっちゃうかもしれませんがと。はい。はい、26日に放送された、はい、ざわつく路線バスで寄り道の旅に、はい、ゲスト出川哲朗さんがいらして、はい、長嶋一茂さんと共にアッコさんの話をしていました。どんな？出川さんが、うん、一茂さんアッコさんと喧嘩しちゃったんでしょ、と振られた一茂さんは、はい、いや喧嘩じゃないよと、うん、いやアッコさんに怒られたんだよ、うん、っていう話をしていました。覚えてない。ハワイだそうです。ハワイ、はい、木梨憲武さん、ひろみさん、勝俣さんと一緒に一茂さんもハワイに行って、うんうん、4人でアッコさんを空港まで迎えに行ったんですね。はいはいはい。礼とかもらったんですよ、私。はい。そういう、まずちょっとセレモニー的に盛り上がったんですね。はいはいはい、はい。その後、チェックインまで時間を潰すためにですね。喫茶店来ましたよ。喫茶店に行ったそうですね。はいはい、はい、で、その時、一茂さんはこの4人の中で、はい、木梨さん、ひろみさん、勝俣さん、一茂さん、うん、一番年齢が下だし、うん、一番端っこの方の席で、うん、普通にお茶を飲んで、うん、まあ黙っていたそうです。はい。するとアッコさんが、うん、おい、一茂、うん、さっきから何も喋らないけど、うん、つまんねえのか、うん、と怒られたそうです。覚えてますか？そう。それは覚えてないし、お茶飲んだの覚えてますけど、ええええ、はい、その日以来ずっとアコさんと微妙な距離感のままだと。あんまりお会いしてないんですよ。一茂さんと。でもね、うん、その時になんか、チェックインまで時間あってね、で、木梨もヒロミも、で、一茂も、みんなマンションとか家持ってるんですよ、ハワイに。はいはい、勝俣は旅行で家族で来てたけど、で、家にでも呼んでくれるのかなって、後々呼んでもらいましたけど、はい、そうじゃなくて、じゃあマックでも買うかって言って、うん、まあ、ハワイで有名な、これはまあ言ってもいいと思うけど、ABC ってスーパーマーケット、大きいところがあるんですよ。スーパーマーケットっていうのかな、割となんかいろんなところに存在してますね、ハワイは。そう、ABC、はい、いっぱい、何でも売ってるっていう。はい、そこで、じゃあ帰り荷物ね、増えたら、買い物しないけど、荷物増えたら、あ、袋入れるのがちょうどいいやって。まあ、信じられない。私、どうかしてたんでしょうね。嫌な意味じゃなくて、変な意味じゃないですよ。ハワイっていうバッグ買ったんですよ。部屋帰ったら恥ずかしい。なんとも言えない。ビニールでできたね。もう捨ててもいいからっていう。はい、こう嫌味でも何でもないんですよ。はいはいはい、なんか入れんのにちょうどね。ちょうどいい大きさだったんですね。で、朝歩くときにね、はい、まあ、ちょっとした小物とか、まあ、パンとかで買い物があったらそれに入れれるわって、ちょうど大きさがどう言えばいいかな。紙袋をちょっと細くした。うん、それぐらいの大きさなんですよ。でそれに、取っ手がついてて。だからもう完全に大きさ、便利さだけで選んでみたんだけど。そう、ほんでもう、くしゃくしゃになるし、ナイロンみたいだからね。ほんで、折っても、畳んでもいいし、と思って、もう部屋で見たときに、ど
朝そのホテルの下にコンビニみたいなのがあったんですよ、木梨の家のすぐそば、はい、でコンビニに行くときほんならちょっとなんかあったら買い物行こうと、そのコンビニ行くときのエレベーターの中で見せんのが恥ずかしい。ハワイって書いたの恥ずかしいと思ってるのは自分だけでね、だけどまあバレてないんだけど、なんでそういうの買ったかなっていう。いや恥ずかしいと思った時は恥ずかしくなかったんですね、部屋に帰って冷静に見て、そう買った時あハワイだと思って、はい、これでいいやとかって、みんながって言ったんだけど、何がいいのこれぐらいがちょうどいいんだよって、ほら畳めるし、はい、邪魔にもなんないし、帰りバッグ入れて帰ればいいんだからって言って、部屋に忘れたふりして帰ってきました。欲しかったなお土産で。いやいや、アッコさんがハワイで買ったハワイって書かれたバッグ持つ持つ、いやアッコさんが買ってきたんだったら持ちますよ。いやむしろ話の種としてネタとして面白いですもん。そうだって、何を思って買ったのか、なんかね、なんだろう、いやでも本当あの時みんなによくしてもらって、はい、着いたらなんかみんなでお金出し合ったっていう例かけてもらって、そうだから一茂さんは、うん、ボンボの全然喧嘩はしてませんよ、ざわつく見たんですけど、うん、一茂さんはそもそも、うん、みんなで4人で迎えに行く時も、うん、心の中でなんでそこまでやんなきゃいけないの思ってたんですって。あだからそういうところが出ちゃってんだよとか出川さんとかも言ってましたけど、まあまあそうやってみんなで人道中の話をね、うん、してましたね。いやいや、よくしてもらいました皆さん、はい、うん、いやいろんなエピソードがやっぱ次々出てきますね、はい、皆さんからこの報告もお待ちしております、はい、メールはハッピーアットマーク、アッコアットマーク1242なんておっしゃいました。いやいや何も言ってませんよ。なんておっしゃいましたHow do you say? ははにあの頃はハッてそうか、この番組目が入ってないし、ね、入ってるんですけど AKKO なんですよ。アットマーク1242.com でお待ちしております。0570-021242がファックスですね、これ、はい、クイズアコちゃんに叱られるの参加希望者はしっかりこれ聞っとっていいかけたのそれも、すいません、お前ちょっと締めなあかんな公開でこのまま、CM に行くのが大変怖いんですけどクイズアコちゃんに叱られるの参加希望者はしっかりと電話番号を書いておいてください、はい、電話番号を書いてくださった方は、エントリーとなりますので、抽選の結果こちらから電話をかけます。電話がつながってからクイズの問題を出題しますので、ラジコで聞かれてる方も大丈夫です、電話番号を書いて AKKO@1242.com でお待ちしております。